えー、こんにちはお疲れ様でございます今日もね幸福の科学の記事についてちょっと紹介したいんですけども問題提起も1点ありますそれはですねこの進行に出会えて本当に良かったという記事で非常にこの記事は感銘を受けるものなんですよねあぜひ読んでもらいたいなと思いますまあ、概要をお話しますとその愛知県の名村幸恵さんという53歳の方のまあ、手記インタビュー記事なんですけどもあのお父さんがねあの自ら命を絶たれたとかねそれから母親との 確実葛藤とかがあったりとか人生の絶望した時にこの幸福の科学に出会って私は救われましたってことが書いてあるんですよね。これ自体は本当に素晴らしいことだと思います。あのいわゆる宗教っていうのは人を幸せにすることが、まあ、ゴールであってねその幸せがまた新たな人の幸せにつながっていけば何も言うことはないんですよね。で、まあ、問題提起っていうのはあのどういうことかっていうとね幸福の科学なりいろんな宗教に出会って。 幸せになりましたって人はもういいんですすよよその人は幸せななんででで問題ないですよねでもそうならなかった人に対してどうしてるのかってことがこういうもので語られることがないんですよ語られることがそっちの方が実は大事なんじゃないですかねあのちょっと角度を変えてみると、まあ、今ね岸田総理が政権を握っていて、まあ、いろんな政策を打ち出してますこれ全ての人を苦しめるもんだったらとてもじゃないけども岸田総理もやっていけないと思うんですけども やっぱり国民の多くにはね不満があったりとか不幸を作り出してるものであっても一部の人にはものすごくね助かるなーって思わせるものなんですよねまあそれが利権だとかねあの組織用だとかっていうところはありますけどもでもそういったもんなんですよね実は政治っていうのはね政治っていうのは一部の人の犠牲を容認して誰をより幸せにするか誰により利益をもたらすかってことのシーソーゲームなわけなんですよだからみんなを救うってことはできないんですよね 例えば消費税から搾取して大企業の法人税に充当するだからこれも大企業を経営してそして利益を積み上げたい人にとってみたら岸田総理ありがとううちの社員はみんなで岸田総理に票を投じますみたいなね自民党に行きますみたいになるんですよねまあでも忙しくって政治のことに目を向けられないそれから選挙になんて行ってる暇がないみたいな非常にね生活の苦しい方っていうのは さらにその状況を苦しくすするわけなんですよだからこそ投票率がまさに一部の人にはこれからも有利な状態が続くってことになりますじゃあねでも宗教ってのは少なくとも一人残さず取りこぼさずに幸せにできる奇跡の力を持ってるはずなんですよ。じゃあ幸福の科学に出会った人がみんなね真実に気づいて幸せになりましたか もしくは幸福の科学なしに幸せになった人はじゃあこれはどういうふうになるんですかってことなんですけども是非ね幸福の科学には出会ったんだけどもちょっといまいちね、うん、幸福の科学の中の人間関係で揉めましたとかね幸福の科学の心理によって傷つきましたとかねそれから気持ち悪いもの扱いされて友人を失いましたっていう人に対してはどう報いていくのかそういう問題をどう解決したのかっていうところまでバイブルになってるといいなと思いましたけどもそういうことが紹介されないんですよね。 だから美談ばっかり紹介するのはやっぱりフェアじゃないと思います。あのやっぱり幸福の科学といえども人間の組織であって、まあ、人間がね言葉で伝えてるわけですから誤解もあればねあの仲違いもあると思うんですよ。それは疑いないことだと思いますよ。例えば私のところに訪問に来てくださるからもその人の解釈を私に話すこともあるし個人的にはこうなんだけどなってポロッと言うこともあるんですよ。じゃあその人は訪問に適さない人じゃないですか。なんででででそういうい人ををよこすんですすすかかってて話ですよね誤解を広めてるわけですから で私は自分の解釈で物を言ってるわけじゃなくてこの書籍を読んで思うこととかそれから訪問してくださる方との話を重ねながら考えてきたこととかね、まあ、時にはその幸福の科学からあの参院選に出馬された方もいましてその方と、まあ、ズーム対談で私の YouTube の視聴者さんとこう語り合ったこともありますよ。そのの…ぐらい、あの ややるることはやってるわけなんですよでもそれでも足りないって言えば結局信者になって30年ぐらい修行しないと真実は分かりませんよみたいな逃げ口上になっちゃうわけですよねうんでもまさにね真実がもしあるとしたら最初の人たちで響くはずなんですよなるほどなーみたいな感じでねでそれがないのはその情報を受け取った私に理解力がないんでしょうかってことになりますそうなななると理解力がない人ばっかりなんで 伝えることがそもそもも不可能ななんじゃだからその辺はどういうふうに進めていこうとしてるのかなというふうに思っちゃいますまあでもねあの冒頭でもお話ししましたけどもあのいい話も多いんですよやっぱり、うん、だからいい話はでももうほっといていいと思うんですよいい話はねそうじゃなくて困った人にもっともっと目を向けるべきなのかなと結果的に良くなりましたっていう人の例がここに紹介されてますけども未だに良くなってませんっていう人が幸福の科学の会員さんの中にもいるでしょう そういう人にどういうふうに寄り添っているのかそういう人をなぜ取り上げないのかこの辺がまあ誤解を生む元凶になっているんではないかなと思いますけれどもいかがでしょうかということでございました。